に下がりが？東京のど真ん中のはずだぞ、ここは。どうやらこの丸の内にギガントで見られる新しく発見された恐竜ギガノトサウルスが迷い込んだようなんです。サファリガイドのアンナこと樋口日奈さん、リックこと山本翔馬さんのお二方がいれば力強いと思い、今回お呼びさせていただきました。本日は駆けつけていただきありがとうございます。なるほど、そういうことだったんですね。サファリガイド役、アンナの樋口日奈です。よろしくお願いします。リック役の山本翔馬です。よろしくお願いいたします。それではギガノトサウルスをちょっと探しに行く前に、お二方に本公演の意気込みや見どころ、アピールポイントを伺えればと思います。はい、まずは樋口さん、はい、ディノサファリ初出演というところで、はい、今回の意気込みや樋口さんが思う見どころなどをいただけますと幸いです。はい、そうですね、私前回のゴールデンウィーク公演も見に行かせていただいたんですけれども、はい、その時にすごいもう恐竜の迫力と、あとドラマにすごく感動したのを覚えていて、今回は私が見に来てくださった皆さんにその感動をお届けできるように、そのお手伝いをできるようにガイドとして頑張りたいなと思いつつ、今回はねたくさんの恐竜がたくさん登場するので、はい、その恐竜たちのドラマにもぜひ注目していただいて、楽しんでもらえたらなと思います。はい、はい、日々さんありがとうございました。はい、続きまして、今年のゴールデンウィークの公演でもサファリガイドを務めていただきました山本翔馬さんからもぜひお願いできればと思います。はい、そうですね、このディノアライブという、イベントには今回で4回目の出演場にはなるんですけれども、そうですね、前回の光栄でやらさせていただいた時なんかよりもさらにグレードが上がったアリーナツアーという、大規模な公演になるの で、 で今回はそれに加えて、ダークサファリ公演という、そうなんです、全部で5回ある予定なんですが、そのうちの4回を我々のチームが担当することになってるんですが、はい、そのダークサファリの公演はですね、普通の恐竜よりも凶暴化した恐竜たちがですね、はい、登場するということなので、もしかしたらお客さんにちょっと襲いかかるような演出があるかもしれないです。そちらの方はですね、ぜひ会場に来ていただいて、うん、皆さんと一緒に盛り上がってですね、楽しみたいと思います。はい、皆さんこんにちは。こんにちは、記者の皆さんこんにちは。そしてお買い物中の皆さん、それから飲食をされてるお客さんこんにちは。新日本プロレスの高橋宏夢と申します。うわすごい、来ちゃいました。あ、どうもどうも。ギガノトサウルス並みに迫力のあるディノサファリギガントオフィシャルサポーター、新日本プロレスの高橋宏夢選手でした。おお。こんにちは。宏夢選手もね、ギガノトサウルスが現れるのを引きつけて助けに来てくれたっていう感じですかね。もちろんですよ。以前高木さんとね、一緒にね、ギガノトサウルスに会ったことがあるんですよ。会ったことがある。あれね、皆さんじゃちょっと太刀打ちできないわ。だからね、今日は特別にこのヒロムちゃんが来ましたよ。あいつめちゃくちゃ強いんでね、皆さんも気をつけてください。本当に来るかもしんないからね。ここにガオって気をつけて、気をつけてね、本当に。そうですね、先ほどあちらのオープニングビジョンで流れた動画ですよね。はい、実際のギガノトサウルスの印象、改めてどうでしたか？でかすぎます。そしてね、あ、俺タイムスリップしちゃったっていうぐらい本物でした。本物、あれは本物です。なるほど、はい、本物の恐竜です。うわ、なるほど。ではまあここで、まあ普段からまあたくさんの強敵と戦っている、はい、まあ、ヒロム選手だからこその、うん、今回のディノサファリギガントの、はい、アピールポイント伺ってもよろしいでしょうか？いや、これはね、いや、もちろんお子様たちももちろん楽しみだと思うんですけど、これはね、一番楽しめるのは多分皆様大人方だと思いますよ。これはね、本当に興奮しました。やっぱ誰しも一度は恐竜っていうの憧れを持ったことがあると思うんでね、それが実際目の前に出てきた瞬間、この肌の感じ、動き方、これはまさしく本物です。皆さん本物の恐竜に会えるので、ぜひ楽しみにしてください。ありがとうございます。
サウルスだ。皆さん、ちょお二人危ないんで避難してください。ここは俺が何とかする。おいし、じゃあよし、ティラノスだ。それではヒロム選手、ギガノトサウルスとの熱いマッチお願いいたします。じゃあやってやるか。おい、じゃあおい、かかってこい、ギガノトサウルスだ。おお、危ねえ、危ねえ、来い来い来い、俺やってやるよ。気をつけて。あ、わかんない。来るぞ、来るぞ。あ、危ない、気をつけて。おいだー、あー、やられた。まずい。危ない。これはまずいですね。スパルガイドのお二方、ギガノトサウルスをなんとかできないでしょうか。どうにかできないですかね。レンジャー、レンジャー、ごめんなさい。ギガノトサウルスを殺しさせるんだ。そうだ、そっちへ誘導するんだ。ギガノトサウルスは落ち着いたよね。あー、よかった。あー、一安心だわ。いてー、なるかもしれない。皆様ありがとうございます。ギガノトサウルスがおとなしくなったようですね。